試合内容はちょっと決めきれなかったりとかしたんですけど、勝ててほっとしてます。ありがとうございます。1ラウンド目にこうテイクダウンがすごい入ったのと、あと三日月蹴りがかなり効いていた印象だったんですけど、ああいうのはもう作戦のうちだったというところでしょうか。そうですね、喧嘩四つなんで蹴りも入るから出していけっていうふうにセコンドに言ってもらってたんで、積極的に出してはいました。戦いたい相手、戦ったことないのが、レナーと、パク選手なんで、できれば、決勝でレナーとやりたいんで、パク選手かなっていうふうに思います。